チンポーマンコー、みんなおはよう。今日もいい朝やな。先生はまだ朝立ちしてんぞ。じゃあ早速出席取ってくか。お、早速スパチャ来てんな。5番、中出し太陽。お前500円ありがとうな。もう今日の給食の残り全部食ってやぞ。赤スパ来てるやんけ。36番、小杉誠司。お前もう今年はオール5や。うん、出席せんでも出席全部つけといたろ。他のスパチャ、あれ二人だけ今回のスパチャ。え、お前ら保護者から金もらえ。何してんねん、保護者の金全部送ってこい。ってことは今日の出席二人か。他のやつ全員欠席。うん、スパチャ投げてないやつは来てたとて全員欠席や。うん、資本主義や、これが。覚えとけ。はい、ということで、じゃあホームルーム始めていこうと思うねんけどって、お、俺が喋ってんのに寝てるやつおれんけ。こいつにはちょっと痛い目見てもらわなあかんな。生きてたらええことあるって言ってるやつ、生きててええことなかったやつに対して努力不足って言うやつ、めっちゃ都合のええことからな。俺の授業で寝るってことはな、二度と起きれへんと思え。うん。死後の世界があると思うな。来世はないから、もうお前は一生起きれへん。わかったか。じゃあ、ホームルームを始めていこうと。お、起きたか、お前。結構タフやな。何お前俺が喋ってる時寝てんねん。お前 AV 持って廊下で立ってろ。うん。なえるんちゃうぞ。AV 持ってずーっと廊下で立ってろ。なえた瞬間に殴るからな。わかったか。はい、ということで、ホームルームだけど、先生が皆さんに伝えたいことは、あ、そうやな。宗教は非課税の占いやと思ってる。うん。ちなみに今、ハミチンしてる。わかった？うん。偏ってるし、チンポも。うん。どっちも偏ってる。よろしくな。じゃあ今日も、どうせいつか死ぬけど頑張ろうか。ボッケレーツ！女性が立ってないのでやり直し！